え、馬だな、ここ。だって、馬っぽくない？ここ。馬っぽい。ないけど。馬なんだよ、ここ多分。あ、牧場なんだ、ここ。普段は。なるほどね。乗馬ができるとこなんだ。冬来ちゃダメだって。まあ、大抵北海道の道の駅全部冬来ちゃダメだから。のポン、あ、かわいい。イエーイ。肉じゃがまん。おいさんじゃがいもと豚肉。鹿肉。馬肉じゃなくてよかった。はぶい。あったかそう。寒いんだよ。美味しそう。肉じゃがまんってありそうじゃなかった。肉じゃがだ。よかった。なんか趣がある。はぶい。趣がある建物だと思いませんか？せーの、ほい、かわいい。さあ、ここに来て問題が来ました。また、でもショップは月曜日だけど、ゲストラーメン現地行ってみないと。そうです。現地行く間に28分で着きますから。すぐですよ。ただ今日は閉まってって言ってるけど。もうやめましょう。ルートを変更しましょう。え？無理です、無理です、無理だ。なんです諦める。いやだってやってないって言ってますもん。で最悪じゃあ抑えで。抑えも。だってどうせ途中だろう。帰る途中より。じゃあ早めに帰りましょうもう。ああ、道の駅どうやったん？押せんのかな？タンポ押せんのかな？でもトイレとかあるよね絶対ね。押せる。ワンプー。押したい。中華バイキングって普通にレストランだな。トイレちょっと点検しよう。いやでも絶対に中にありますよ。トイレの中にある。いやここも点検しよう。スタンプはってスタンプはってどこに書いてない？スタンプはなんと、はい、押せましたね。押せました。いやいやいやご心配をおかけしましたね。これでなんかこんなものが初めて。なんかいいですね。いきまーす。はい。ちょっと。いきます。よいしょ。おお。外観をそのまんま。あとここだけですね。ラストエリアラストです。今日はちょっと買い物したら休館日でございます。休館。結構移転するらしいね。2022年。じゃじゃーん。十勝川温泉です。足湯。高い？あ、高いです。軽量みたいな。お金入ってるいっぱい。取ってる。泥棒してる。千円札入れてきます。めちゃくちゃになった。合ってますか？ペコ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 しとけばペコペコしといてお願いします。いいことありますように。結構多分ね、いいことある方だけどな多分その辺の人より100倍、まあ、俺も人のこと言えないけどなんか運いいですよね、うん、そうなんかめっちゃご利益あるよ俺ら、うんうん、なんだかんだ楽しいですね、うん、最高ですね、最高ですね。よいしょ、入ってる？取れてる？それピッてなった？なりました。レクになってる？なってます。よし、お疲れ様でした。俺これやってる。はい、今日は年内最後の道の駅旅ということで1年間を振り返りたいと思います。どこが良かったかな。でも言うて半年くらいしかやってないんですよね。私もなんか2年くらいやってると思ってたけどでもやっぱり足湯強いですよね。ここだから来たくて来たもんね。うん、こうリピートしてるところはやっぱり足湯のところだから、足湯がある道の駅だったらマシューとここともう一個どこか覚えてます？足湯はこことマシューとスコロ温泉とかもなかった。ああ、ありましたありました。眠たくなってきました。いや、一番良かったところ、美味しかったのは全然思い出せない。ちょっと動画見ながら思い出そうもう今日美味しかったもの、肉じゃが揚げ、なんだっけ、肉じゃがまん、肉じゃがまんしか出てこなかったですね。何美味しかったかなあ。あれだ、なんだこりゃ、スティックみたいな。でも食べるの大変だったよね。食べるの大変だったけどめっちゃ美味しかったです。もう俺やっぱり羊だよ、この間。あ、羊なんだ。俺はね職業病かもね。そうやって考えたらアッケシ強いわ。うん、アッケシだ。いろんなところ行ってなんか再認識させられた。うん、あ、でも無事行けそうでよかったです。だって100駅以上行けたら達成になるんですよ、ね。だからよかった。今で何個くらい行ってるんだろうな。70個くらい行ってる。ちょうど70くらいだったと思うな。70くらい。いや、結構4万手の他のスタッフのみんなもなんか私と話すときはなんか今度行きたいですとか行くねみたいな感じで言ってくれるんですけど、今日も誘ったのにみんななんか忙しいって本当かなって思っちゃいますけどね。まあ、いつか来てくれるのかな。今んとこさなみとれんかさんしか来てくれてない。悲しい。皆さん待ってます。一緒に行きましょう。いや、絶対その一緒に行く子が行きたいって言った場所に絶対行くから。あゆかすらも行ってくれないんですよ。あれだ、ソフトクリーム一番美味しかったのも必要ですね。ソフトクリームどこ？ふきのやつですかね。あれ、歌手の人のところ。うん、歌手の人のところ。松山千春さんの。どんな歌だっけ？違う。それです。それです。好きか、あとパプリカの赤のやつが美味しかったですね。あと前回食べたやつ、なんか前回食べたっけ、なんかもう1位だって思ったやつあったんですけど忘れちゃった。結構ソフトクリームはやっぱどこも美味しかったな。うん、なんかすげえなと思って。あ、名寄楽しかったです。いちご大福、あ、美味しかった。美味しかった、美味しかった、美味しかった。それは本当に美味しかった。あとこれな、デゴイチステーションみたいな。ソフト？いや違います。場所あれデゴイチじゃなかったですかね。でっかい車両あった。車両の。デゴイチ。あそこ楽しかったです。長いし長い、うん、長いランキングとか見たら面白いかも。うわ面白そう。長いランキングでも多分マシューが1位だと思いますよ。長いなんか最初の方公園とかもそうだね行ってたから、本当にそうだね、うん、あちょっと暑くなってきた。あとどこだろう。視聴者さんから見てどこが一番印象に残ってるんですかね。私たちとちょっと見方違いますよねきっと。ああ相生行きたい。相生良かったな。良かったね。季節も良かったしね。俺らね、本当だから冬すごい映え。今冬行ってるじゃん、うん、今日のあの牧場みたいなとこもそうだったけど、季節を変えて行ってみたいって行ってみたかったなというところも正直いっぱいあったんで。ありますね。メイは別に次卒業なわけで来年卒業なわけじゃないので、うん、もう1年あるので、うん、この道の駅巡りはですね多分来年の春、うん、ゴールデンウィークぐらいに多分全駅制道南行ったらね、うん、春から、まあ、5月6月ぐらいに全駅制覇するんだよきっと、まあ、遅くても夏にはするんだよ。その後なんだろう各自の好きだったところをゆっくり行くみたいなのも、うん、そこまで含めてメイが卒業するまでにこの道の駅を堪能するというね。もうメイにとってイオマンってバイトをするところじゃなくて道の駅を巡るところになっちゃった。巡る思い出しか残んないまま終わったんで中札内ももう一回行きたいな。サルフツってちゃんと行ってないですよね。サルフツはちゃんと行ってないよ、うん、あそこそれこそそば作って食ったところ、うん、ですよね、うん、あじゃあ私のベスト3決めました。1位、うん、上士幌、うん、2位サルフツ、うん、3位のんきーランドでサルフツ結構遠いね。結構行けちゃう、うん、まあでもまあでもそれサルフツだけっていう理由だったら結構行ける、うん、いやホタテ、うん、食べたかったんですよね。ホタテ丼、うん、いや中札内良かったな。良かったよ中札内、うん、普通に。いや3位中札内で4位のんきーランドにします。中札内は本当になんかのんきーなんかみんなで行けるとこっていうのがランキング上位だよね。スタッフみんなで連れて行きたいなみたいなところが、うん、あ確かに、うんなんかソフトクリームでも食べるか。うん食べましょう。ちょっと暑くなってきました。一回休憩。ブラ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 。事故った。